こんにちは、ゆずはだよ。発声練習の動画作ろうと思ったんだけど、どうやったらいいかよく分かんないや。歌でもやります。歌から入ります。最初は普通に男子の声、ネタは何にしようかな。天気でいいや。今日の東京地方の天気です。アナウンサー風に言ってみようかな。今日の東京地方の天気です。天気予報。ちょっと声上げるんだけど、まあ男子の声で上げてってもいいかな。今日の東京地方の天気。あ、いきなり上げすぎちゃった。今日の東京地方の天気です。今日の東京地方の天気です。今日の東京地方の天気です。あの音楽でやるやつ一緒。ララ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 ラ。もう出したことじゃないか俺。どんどん上に上げていく。で途中で裏声があるんだけど、裏声を使わないといけないんだけど、そこはちょっと難しいんだけど。カラオケ得意な人は、尾崎豊のI love you なんかどうかな、I love you ってやつね。あれの途中で、キシンベッドの節、キシンベッドの上で優しさ持ちよりきつく体抱きしめ合えば、この上のトゥ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 裏声使うとこ、あれをやってみる。さっきの今日の東京地方の天気です。そこからいきなりもう全然女の声じゃなくていくて、きつくをやっちゃう。今日の東京地方の天気です。できるだけ裏声、もう最近はできなくなっちゃったんだけど、今日の東京地方の天気です。やりすぎなくない、どんどん自分でできる一番高いやつやって、今度はそこから持って落としてきます。今日の東京地方の天気です。今日の東京地方の天気です。今日の東京地方の天気です。そうすると自然な女性の声にだんだんなってくるから、それをやってみる。今日の東京地方の天気です。晴れ時々曇り、そこによってにわか雨、雷に注意してね。こんな感じかな。ちょっとポイントとして、最初やってたっていうか、まあ今でもやるんだけど、キーワードがあるとすごいやりやすい。もう自分で決めたキーワード、その手に持ってきちゃってやつ。俺が例えばさっきの、天気の話、今日の東京地方の天気ですっていうのをもう頭の中で何度も練習してると、今日の東京地方の天気です、なんか会話する前にコッペでこっちの方で今日の東京地方の天気です言っといて、あーなんかこれねみたいなこう話に持ってけば、そういう風な感じに切り替わることができるんで、キーワードは結構使える。ユーズ派がよく使うのはこれ。ユーズ派バカだからさ、よくやってるのはこれ。これで声がピッて切り替わることが多いから、そういうキーワードを自分の用意しておくと、やりやすいかな。ヒント、ユーザーだよ。ありがとう。